勝又隆明は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、元環境政務官。静岡県沼津市生まれ。沼津市立門池小学校と沼津市立門地中学校を卒業。静岡県立沼津東高等学校から学習院、大学経済学部へと進む。同大学卒業後、慶応義塾大学大学院経営管理研究科を修了した。 2000年4月に、駿河銀行株式会社に入社。2010年12月に同社を退職し、政治活動を開始。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、静岡6区から自由民主党公認で出馬。小選挙区においては、民主党の渡辺天音に敗れるも、比例東海ブロックで復活し初当選。 2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に静岡6区から出馬。選挙戦では地方に景気回復の実感を届けると訴えた。7 0を目指す渡辺を阻もうと首相の安倍晋三ら自民党幹部も応援に入り、また公明党の支援も受けたが及ばず、比例党会ブロックで復活し再選を果たした。 2017年7月に2回派に入会。同年10月の総選挙において、選挙区では及ばなかったが比例東海ブロックで復活し参戦。2018年10月、第4次安倍改造内閣で環境政務官に就任。ありがとうございます。